はい、ブースカーはどつ。ニコ生？なんで？ニコ生戻る理由なくない？だって。戻ろうと考えてないけどね。だってさ、うまくいってないんだったら言われるのわかるの。例えば、転職して、昔お世話になってた上司に、なんだお前、和道、うまくいってねえのかよ。じゃあうちの会社戻ってくるか。みたいだったらわかるじゃん。あのさ、ふわっちに来てから俺うまくいってんだよ。何もかもうまくいってんのに、なんで戻る必要があるんだって考えちゃうんだ。そんな感じしない？戻る必要がないんだよね。本当に戻る理由がないと思ってる。ういっすー。ういっすー、ういっすー。戻る理由はないっすね。まあ、ふわっちでいいでしょ、全然。だからニコ生面白くないんだもん、全然。あのサイト。全然面白くないよ。ちょっと多すぎる人が。全然だよ。メロンいらっしゃいわ、どっち。お、みなみの帝王いらっしゃい。おい、ワドツー、サボちゃんいらっしゃい。パフェありがとうございます。パッ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 パフェありがとうございます。横山みどりが幅利かせてる限りニコ生集まらん。みどりさんが幅利かせてるっていうか、もうみどりさんでやってくって決めたんでしょ、ニコ生は。あれでいいやってなったわけだから。っていうか、もともとさ、あれじゃん、デキレースみたいな部分あるから、テレビと全く同じ構造だから、俺はやっぱ、なんか、オーディション形式が好きだから、なんつうんだろう、こう、なんつうの、日本ってさ、なんだ、横のつながりの強さがやっぱ重要じゃん。根回しとか重要じゃん。俺そういうの苦手だからさ、ピンでやってくよ。ピンでやって評価されるサイトが好きなんだよ。気楽にやりたいから生主選んだわけだし、仕事に気楽にやっていきたいっすよ。飲んだ後ろにいるね。さっき来た。ヒャッハーしたいね、ヒャッハー。変な時間に起きちゃったな。今起きたんだよ。
いつもと服違いますね。今日ね、今よすすき家行ってきて、寒かったから T シャツの上にリスナーさんからもらったパーカー着てきました。今日パーカー着てるだけだよ。中はいつも T シャツ。俺も近々ふわっちで配信するかもしれん。その時はよろしくな。よろしくって言われても、 よろしくって何よ。 よろしく、一緒に盛り上げよう。頑張って。よろしくって言われても何もできねえぞ。なんか売名させてとか、売名とかだったら俺はそこブロック入れるから。 プリプリの精子いらっしゃい。やってみるといいよ、配信。実力が認められたらすぐ上に行けるし、 実力のない人はずっと埋もれ続けるから。見守るっつうか見ねえよ。自分で見たいもん見るぜ。なんかたまになんか枠やってるから見に来てくださいとか、フォローしてくださいとか言われるけど、そういうのやんないよ俺。はい、ワード2、アミいらっしゃい。自分の実力でやっていかないと。自分の力でやった方が面白いよ、本当に。バカプレゼントありがとう、アミ。ありがとう。バカありがとう。ダンベル今日何回？今日はまだ0回だよ。ダンベルやってないよ。今日はまだやってない。風船プレゼントありがとう、ゴルゴ。匿名さん、花火ありがとうございます。お久しぶりです。お疲れ様です。配信姿個人的に好きです。ありがとうございます。匿名さんから花火いただきました。ありがとうございます。匿名係長ありがとう。来た。この部屋狭い狭い。どれくらいだろうな。7畳あるかないか。いきます。脱ぐ感じは。美咲さん、バカありがとう。ありがとうございます。バカザイス。バカありがとう。よいしょ。よし、いきます。匿名さんから花火2発目いただきました。ありがとうございます。2発目ありがとうございます。ちょっと音楽変えようか。音楽変えます。すっかり人間性好きになりました。本当に？俺の人間性好きとか絶対歪んでるぜ。くすぶってるというかね、
歪んでるよね、俺のこと好きっていう人は。バーガーありがとうございます。ちょっと待って、音楽レクチションドラム流す。楽天カードは簡単申し込み、スマホで24時間 OK、 免許証のコピー印鑑必要。行きます、ありがとうございます。3発目ありがとう。行きます。よし1回2回、音楽止まっちゃった、音楽止まっちゃった。3回4回5回6回7回8回9回10回11回12回13回、いって切れた。14回15回、熱い。16回、痛い痛い痛い、いや熱い、何これ。17回18回、痛い痛い痛い。19回20回、21回22回23回、24回、ありがとう。何これ、ちょっと待って、タイムなんかさ、やばいんだけど、激痛じゃなくて熱かったんだけど、ここやばいんだけど、なんかピキっていうのあったの、この前あのダンベル地獄の時に。今やばかった、熱ってなったの、やけどしたみたいにブワーって熱くなったの。痛いじゃなくて肉離れかな。でも花火やる花火ありがとう容赦ねえっていう、うん、これね、8.5 キロ1回2回3回4回5回タバコ吸ってきます。6回、タバコ吸ってくるらしいよ。ありがとうございます。やばいかもしれない、マジで。なんだろう、ここだけすげえ熱、大丈夫かな。 ありがとうございます。花火ありがとうございます。匿名係長さん、いきます。1回2回3回4回、花火ありがとう。5回6回、花火2つありがとう。1回2回3回4回、花火ありがとう。5回6回7回8回9回、花火ありがとう。10回11回12回、あと12回いきます。いきます。1回2回3回4回5回、6回、あと6回いきます。匿名係長さん、花火ありがとうございます。1回2回、3回、4回、5回、6回、ありがとう。ありがとうございます。えサポーターした方がいいかな。熱いのは筋肉、いや違うんだよ、急にピキっていうのがジュワッて熱くなったの、ジュワッて熱くなった、ジュワッて。ありがとうございます。ありがとう、サポーターしとくか。熱
なんだろう今の。しかもね、痛いとはちょっと違うんだよね。ジュワーって熱くなったんだよね。腕ぶっ壊れるかもしんないな。でも腕やばいよね、なんかどん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 太くなっていく感じ、やばいでしょ、この腕。ファイターの腕じゃん、ファイターの腕。これやばいぞ。2ヶ月後とかとんでもないことになるよ、多分。2ヶ月後腕変わったよね。腕の形が明らかに変わった。うん、明らかに力入れてる入れてる、うん、脂肪をまとってるから、あれ輪郭はまだ出てないけど、あの明らかにね、ここがボコってなったんだよね。まあそれはなるわな、こんだけやってたらな。ありがとうございます。うん、100連発来たら何回、600回だね。100連発は600回、100連発かな俺のマックスは。正月に100連発来たから、正月すごかったよ、100連発。かっこいい。男は腕太い方がかっこいいよね、やっぱりね。俺の夢は配信で億万長者になることだ。なんでこの配信でてっぺん取りたいんだな。その時死ななかった。いやもう地獄だったよ本当に。めちゃめちゃしんどかった。1時間ぐらいずっとダンベルやってたもんね。地獄のダンベル祭りだったよ。でも俺は基本的には上がった花火は絶対断らないから、全部やりきるって決めてるから。それはリスナーさんとの約束だから。最強の腕を作るんだよ、配信会最強の腕を作るんだよ。あいつ腕だけ異常に発達してるなって。ポパイみたいなやつだなって。ポパイは面白いぞ。漫画みたいな腕になりたいよね。体のバランスあいつ絶対おかしいっていう。俺変わった？変わったかな？タバコはね、あの有酸素運動がダメになるんですよ。有酸素運動って肺活量を使うから。筋トレはさ、あの筋肉使うわけじゃん。酸素もまあ必要だけど、だからまあタバコ吸ってるのも大丈夫だろうね。俺よく変わったって言われるんだけど、変わったつもりないんだよな。何が変わったんだろう。なんか変わった俺。何にも変わってないと思うんだけど。むしろ結構ブレない方だと思うんだよね。はい、ワード2、ドラゴンいらっしゃい。俺結構話が2点3点するやつ嫌いだからさ。もう3年前と言ってること変わってないと思うよ。本当に。周りの環境は変わったと思うけど、本当環境は大きく変わったと思う。だからね、周りにいるリスナーさんが良くなったから、良くなったように見えるだけだと思うよ。こんばんは、エミちゃん。いらっしゃい。俺自身はあんま変わってる自覚がないね。警察は追いやったん？俺は変わってないと思うよ。分からん。
ET とか言われてる。でもなんかあれだよね、ふわっちで小遣い稼ぎに来るだけのやつは俺ちょっとやだなと思うかな。なんかリスワンだけ取って1万円だけ取ってどっか行くとか、あといるじゃんいっぱい。なんかそういうのはちょっと悲しいんだよね、うん、メインサイトにしろやって。風船ありがとうドラゴン、風船ありがとう。なんかあんまり恩義とかないんだろうね、恩とかサイトに対する。和道身長、俺はね身長171センチだね、171。僕もまず1日5000円稼ぐ、ふわっちで、ふわっちで5000円稼ぐの結構しんどいぞ、しんどいぞ。いけるかね。いやまあ5000円稼げたら全然食っていけると思うよ。だって30日1ヶ月あるわけだから、まあ15万ぐらいになるわけじゃん。だから普通に8時間放送やって5000円稼げるんだったら、まあ俺一発のプロになってると思うよ。それプロ配信者でしょ。俺はあの月収15万超えたらプロ名乗るからって言って、うん、そっからずっとねやらせてもらってるけど。こんばんは、高谷。いらっしゃい。人気商売だから、いつダメになるかわかんないよ。リュウさんいらっしゃい。今日帰ってきました。お邪魔します。え、何、日本にいるんすか今。お帰りなさい。Welcome to Japan っすよ。Welcome to Japan。お帰りなさいませ。どこいたんすか、アメリカでしたっけ。どうすか日本の気候は、久々の。和道さん120万ぐらいかな、俺20万ぐらい。先月の収入が20万。俺は俺100万いってない。俺の目標は配信で億万長者だね。配信で億万長者になるのが俺の夢。日本帰国しましたよ。寒すぎですよ日本。成田すか羽田すか、成田すか羽田すか、どっちですか。成田僕の地元なんですよ。だからもし成田にいるんだったらうまい店とか紹介できますよ。紹介っていうかまあここうまいっすよって言えますよ。全然成田全然遊ぶところないんで。成田2、3軒しかねあのお店がない。花火は540円だよ一発。540円じゃない、500円かな。花火一発いくらだっけ。まあ500円ぐらいだね。成田配信、成田でも地元だからあんま行きたくないんだよね正直。成田あんまちょっと行きたくないっていうのはある。億万長者って月収いくらから、800万とかじゃないの。月収840万とかそんなもんじゃないかな。8040万ぐらいじゃないの。あ、840万ぐらいか。チューブからだ。和道さんと飲みたいです。あ、ぜひぜひ。あの、僕、日本一周旅配信しちゃうんですけど、全然言ってもらえたら。半分だから220円。じゃあ、花火はリスナーさんは1080円で買ってて、配信者に500円ぐらい入るはず。ただね、あの、なんだっけ、ポイントね、割合減ってるね。配ってるお金減ってるかもしんない。500円かな？なんか、若干十何円減ってる気がする。和道さんは今月このままのペースでいけば30万は稼げるかな？俺の今月の目標30万だね。風船は 0.5 円じゃない？ 0.5 円。うん。風船は1個 0.5 円だから。だから、あの、風船は、あの、11個とかだと半端だと良くないから、みんなね、切りのいいように10個とかに合わせてくれるんだよね。端数切り捨てられちゃう可能性があるから。あ、ヨーロッパ全然行きます行きます。でもね、多分ね、俺日本一周し終わったらアメリカ大陸行こうと思ってるんですよ。
でアメリカ大陸ごとに分けようっていう風になって、そのまま全部にあの世界一周するのさすがに Wi-Fi とかの関係で難しいっていうのがあるんで、あの契約とか英語喋れないんでよく分かってないんで、だから地元のリスナーさんがいるところとかの方がいいんじゃないかって。だからヨーロッパ先に行くのありかもしんないよね。レンタル Wi-Fi とか教えてもらって空港とかで、でバーって回るっていう。ヨーロッパとかって大丈夫なのかな、その国境とかでビザとか降りんのかな。アメリカいるなら行きます、挑戦して。マジで多分ね、日本一周俺の予想だと半年ぐらいで終わるんですよ。で4月から日本一周して、でとりあえずこっちに戻ってきてノンタンと過ごして数ヶ月で、多分末にアメリカ行こうと思ってるんで、アメリカ大陸編。ただ僕あのビザの関係とかがよくわかんないんですよ。そういうビザってどれくらい降りるんだろうと思って。風船ショックありがとう、ドラゴンありがとう。アメリカからかな、やっぱり。海外は居心地良すぎて日本に戻ってこないって可能性はどうだろうね。俺はよく言うんだけど、あの情報で知ってることとリアルで体感で知ってることって全然違うって言ってて、例えば今 Google Earth っていうのがあって世界中見れるわけよ。だけどみんなわかると思うんだけど、パソコンの画面で見るものと生で感じるものって全然違うんだよ。で生で感じるものって愛着とかが湧くじゃん。自分の土地だとか自分の思い出補正が入るから。俺はだから地球を庭にしたいと思ってんの。ああ例えばアメリカってどうだよねって言われた時に、アメリカに住んでる人に、あアメリカっていいらしいっすねみたいなこととか知ったかぶるんじゃなくて、あアメリカのどこどこで食ったステーキとか最高でしたよとか、アメリカ人ってこうですよねって、もう世界中でその共通言語として言いたいっていうか、それを日本に持って帰ってそのコンテンツとしてばらまきたいんだよね、みんなに。あこの世界はこうだったよとか。全然おりますよ途中で。その代わり2日前ぐらいに手続きおすすめ。はい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 、なるほどなるほど。ちょっとその辺リュウさん、あの世界配信始まったらちょっとサポートしてもらえるとありがたいですね。あ大使館2日前行っとけとか、うん、ここ気をつけた方がいいよとか。なんかアメリカあのね、中学生の時ホームステイした時にやっぱりね、ダウンタウンとかめちゃめちゃ怖いのよ。本当に怖くて、マジでね、あの全然日本と違くて、スラムっていう存在とかダウンタウンの存在とか多分日本ないっすよね。日本ってさ多分歌舞伎町とか西成ぐらいだと思うの、危ないって言われてるの。あんなもんじゃないからね、本当に本当にあんなもんじゃない。だって裸でバスケットやりながら腰に拳銃下げてたりとか余裕であるもん、ギャングスターとか。本当レベルが違うよ。あとフィリピンのハーフの友達とかに聞いたら、あの銃で撃たれた跡とかいっぱいあんのよ。明日では厳しいからやめてください。行きたい日には行けないです。行きたい日には行けない。あもちろんもちろん、うん、ちゃんと計画持ってお伝えしますよ、配信上で。何月何日から行くよって、うん、1ヶ月ぐらい前から調整すると思うんで、急に突発的にはやらないんで。とりあえず日本一周は4月の頭にやりたいっていうことで動いていて、で来週その生活保護抜けるかどうかが決まるんですよ。ああありがとうございます、ありがとうございます。なんかさ、そう世界を見てるのと世界を見てるってやっぱ違うと思うんだよね。俺世界を見て肌で感じる男になりたいんだよね。地球が庭だって言いたい、地球が俺の遊び場だって。なんか今諦めたら絶対できないと思ってて、できるんだけど、体力的にも気力的にもできるんだろうけど、でも今諦めたら、今の年齢で諦めたらもうチャンスは来ないと思ってる。日本一周誰と一緒にやるの？俺一人でやるよ。ただまあリスナーさんで3日間ぐらい同行したいとか言われたら全然一緒について回ったりとか、あと車で隣の県まで送ってあげるよとかは全然乗っかろうと思ってるね。シンガポールは誘われたね。あのシンガポールのまあタックスヘイブンっていうかね、あの脱税じゃないけど銀行口座向こうで作りませんかっていう会社をやってる社長がいて、シンガポールめちゃめちゃ熱いって言われたね。シンガポールとベトナムと、あの後進国だと思ってるじゃん、ベトナムとかシンガポールとか。でもベトナムとか何が面白いかって、あの
社会を回してる平均で働いてる起業家とか27歳とかなんだよ、ベトナムって。ベトナム戦争年寄り死んじゃったから。だからめちゃめちゃ活気があるんだって。もうベトナムとかやばいってよ。そうさ、こうツインタワーとかトリプルタワーになってて、上がこうプールになってるところとかあるじゃん。ああいうので高層ビルの最上階でみんな水着で、女の子も男もで、バンバンパーティーやって飲んでんだって。で、日本人ってだけでめちゃめちゃモテるってよ。うん、もう日本人っていうだけでブランドなんだって、ベトナムとかだと。で、もう正直儲からないんだよ、為替とかの関係で。向こうでいくら盛り上がって儲かっても日本円だと大したことないんだけど、なんでそういうのに起業家は魅力感じるかっていうと、もう本当になんつうの、活気がやばいんだって。もう本当に稼ぐ喜びとか、そのバブルみたいなものが向こうで起こってるから、日本人ってもうバブルを感じれないじゃん。だから向こうに投資した方が面白いって言って、ガンガン仕掛けてるよ、日本で儲けた人は。地球に生まれたのに日本の外に出ないって悲しいよね。アメリカ人とかも結構旅行全然行かないんだよね。日本より配信スタイルやりやすいのは間違いない。あ、マジっすか。てか海外って配信サイトってあんのかな。日本が一番進んでる気がするんですよね、生放送に関しては。クッソ飯まずい、お茶おしっこみたいな味した。どこの国それ。シンガポール、うん、ただ俺がいつも言ってんのは、旅行はする気ないよって言ってて、俺はなんか旅行配信って言われるのがすごい嫌で、俺は旅人になりたいので、旅をするの。旅と旅行は根本的に違うって言ってて、俺は車トラジローとかスナフキンみたいなことやりたいわけよ。要はもう地球を放浪したいだけだから。ベトナム去年行ってよ、本当に日本人ってだけで信頼もされてモテます。あーらしいよね、本当に。シンガポールだ。まあ、食い物とか日本は安定感あるだろうね。だけどやっぱりそのなんつうの、俺ら戦争のこととか知らないわけじゃん、第二次世界大戦とか。だけどそのまあ韓国とか中国とかくっそ叩かれてるけど、台湾とかベトナムとかさ、その辺の評価って全然違うらしいから、その生で体感したいんだよね。その通りです、働きやすいですね。ネット配信してる社員います。へえ、もちろん見つかったらクビ。へえ、面白いですね。でも働くことに関してフレキシブルっていうか、なんか日本人と価値観が全然違うよね多分。俺はヒッピーだよ、ヒッピーになりたいんじゃなくて、俺はヒッピー、アイアムヒッピーだから。うん、風天ってヒッピーって意味でしょ。俺は自分のことヒッピーだと思ってるよ。ヒッピーっていうか、まあパンクスだとも思ってるし、自由人だよね、縛られない。ただあの昔のヒッピーみたいに貧乏なのは嫌だと思ってるけど、全然稼ぐヒッピーだよね。それってヒッピーなのかって話したね。いろいろ言ったけどヨーロッパが一番向いてる。ヨーロッパのどの辺っすか。全然違うじゃないですか、ヨーロッパでも。俺はフランスにすごい興味ありますね、ヨーロッパだと。フランス、ドイツ、うん、あと政策に関しては北欧系の政策とかがすごい気になってて、なんか実際その国民の幸せ度合いとか見てみたいですね。よく言うゆりかごから墓場までっていうやつ。なんかリアルに見たことをこれがリアルだっつってみんなに教えたいんだよね日本代表として。俺日本好きだから。日本ダメなところいっぱいあるけど、いいところもいっぱいあるけど、俺基本的に日本人として誇り持ってんの。侍だ、侍、侍がいた国っていうことでだから日本良くするために世界見たいよね。和道さんの海外配信、彼女との移住待ってます。あ、ドイツなんだ。ドイツいいんですね。北朝鮮も行きたいね、本当に。北朝鮮ってなんか全然イメージ違うからね。なんか実際に行った人とかの、平壌とかめちゃめちゃ都会だよとか言うじゃん。ただまあ結構ダメなところもいっぱいあるらしいんだけど、だから全部全部その目で見てみないとわかんないよ、バカだから俺は。なんか他人の情報に振り回されたくないから、自分の人生勝ち取るために自分で全て目で見たいね。拉致とかもさ、日本人あれの実態よく分かってないしさ、北朝鮮を日本が作ったんだっていう自覚がないじゃん。北朝鮮が生まれちゃったのって日本のせいだっていう自覚ないからね。今日テレビで見たけど、中国のネット配信1回で80万円のアイテム普通に投げてました。まあそういうレベルだよな、そういうレベルだと思うよ。
だから日本のこのガラパゴスのマーケットじゃダメだと思ってて、英語とかも覚えてバリバリやりたいよね、外人のリスナーとかと。だからそしたらね、幅が広がるもんね。北朝鮮についてはテレビで見るとマインドコントロールされてる、まあ、完全にそうだよね、うん。まあ大人の事情ってやつだろうな、国家の事情だよな。だって横田めぐみさんがなんで拉致されたのかとかさ、よく分かってない人いっぱいいるじゃん。フランクフルトまで来たらお迎えしますよ、ありがとうございます。僕でも本当にノンタンとは気に入った国で暮らそうっていうのは決めてますね、日本から出てね。えノンタン、世界でね俺ら羽ばたくんだもんね。本当に自分たちの気に入った土地で、でそっから日本人に情報を届けて日本人のなんか役に立ちたいと思ってる。日本人って俺世界的に本当にユダヤ人とかと同じぐらいそのレベルの高い人種だと思ってるから、日本人そのものが。だ日本人の底力を見せたいよね本当に。だから先輩ビジネスやってた先輩とか和教とかやってたんですよ、あの中国の華僑ってあるから、あれと同じで、もう日本人ダメだっつって、日本ダメだって言うけどジャパニーズタウン作っていかないと世界にも負けるっていうことで、ベンチャーの人たちがあのベトナムとかいろんなところに国作ってるんですよ先輩方が。だから早くそっち側に参戦したいよね、和教会。日本の人間性よりヨーロッパのアットホーム系の方が住みやすいのが好きだぜ俺。なるほど。あとまあ俺が一番興味あるのは本当先進国じゃなくて後進国に行きたいっていうのあるね、インドとかアフリカとか。命を使わないと、俺は命を落としていいと思ってるよ。俺は命を掴んで遊んだ方がリアリティがあると思ってて、俺よく言うんだけど、昔はさ、なんで楽しかったかっていうと、原始人の頃はさ、やっぱさ、命がけで豚殺してたからなんだよ、イノシシとか。向こうも命がけで来るんだ。だけど、その時に泣いたり笑ったりできると思ってんの。俺はだから、いつも言うんだけど、スーパーの精肉店コーナーで号泣できる男になりたいんだよ。ハートを使って生きる男になりたいから、だから命を使っていきたいよね。本来それが生命としての役割っていうかさ、人間だけなんだよ長生きしたいとか言ってんの。俺はやっぱ一動物としてなんかこうパワフルに生きたいね。ワドをフォロー29にあんまりフォローしないんだな。俺はだからよく言うんだけど、ネットの世界でフォローバックとかよく言うけど、俺は興味のある人とかしかフォローしないよっていう、なんか付き合いでフォローバックとかしても何の意味もないと思ってて、そんな数増やすゲームなんか俺はどうでもいいと思ってんの。そんなのなんか俺数増えたからすごいんだぜって威張りたいだけじゃん。そうじゃなくて本当にフォローしてくれる友人みたいなさ、本当に和道に興味持ってくれる人が一人いた方がいいんだよ。でしょ、フォロワー俺フォローバックで1万5000人いるよとか言っても意味なくて、そんなフォロワーじゃねえよって、お前の情報に興味なんかねえんだよって、お前からフォローバック狙ってるだけだろうって。俺はそうじゃなくて、自分がフォローしたい人をフォローするし、フォローしたく、フォローされた人を大切にするって考え方。加減があるとするなら思いっきり命使いたいっすね、僕は。こんなところに日本人って番組を、こんなところに日本人って番組を時々見るけど、周りに日本人がいない地域に一人で住んでたりするからすごいなと思う。かっこいいよね。和道さん、明日途中で抜けます。明日朝一会議なんで申し訳ありません。彼女さんすいません。ああ、全然全然。そんなそんな。また遊びに来てください。うん。全然全然。日本語5時まだ慣れてない。なんかさ、でもさ、俺すげえ YouTuber 見つけちゃった。もう YouTube10 年ぐらいやってる人で、おじいちゃんで英語ベラベラの YouTuber、日本 YouTuber 見つけたんだけど、すげえ面白い。なんだっけな、昨日ね、Twitter にメモって書いたんだけど、林浩二さんっていう人で、
なんかすげえの見つけたよ、俺。林浩司さん。YouTuber。YouTuber っていうかもうネットでずっと陰謀論みたいな活動してんだけど、卑弥呼の回がめちゃめちゃ面白かった。卑弥呼の同郷、よくさ、日本のさ、三種の神器で、マガタマと剣と鏡って言うけど、その鏡の意味分かってないでしょつって。卑弥呼って宇宙人なんだよっていうことを言ってんだけど、そのおじさんは。すげえ面白かった。日本語厳しい。フォローしても絡まないなら意味ない気がしてならない。そう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 。絡まないし、タイムライン俺しっかり見たいから、興味のある人しかフォローしないよ。うん。薄っぺらい人間関係なんかいらないから俺。別に。なんか慣れ合いじゃないけど、別になんかネットの中に友達なんかいらなくて、俺はリアルな仲間とか友達が欲しいんだよ。おやすみなさい、リュウさん。ありがとう。俺は別になんかネットの中の友達とか、そんなの友達でも何でもなくて、なんか傷の舐め合いだと思ってるね。だ人間関係もすごいシンプルだよ、俺。興味のない人と絡まないもん。岸辺露伴、あ、岸辺露伴かっこいいじゃん。でも俺自分のこと岸辺露伴だと思ったことないけど、岸辺露伴好きなキャラだね。俺結構ね、第4部好きで、第4部は敵も良かったし、露伴とかサブキャラも良かったし。プロフィール欄に書いてもいいかな、絡まないならフォロー入れませんと。ん？絡まないならフォロー書けばいいんじゃん、プリプリ選手は。自分がそう思うなら。俺は別にそう思わないから、俺はフォローしてもらったらありがたいと思ってるから、そういうことは書かないけど、自分がそう思うんだったら書いた方がいいよ。うん、俺はフォロワーさんめちゃめちゃ大事にするから。ただフォローはフォローバックとかくだらないことはやりませんよっていうのは常々言ってるから、うちのフォロワーさんは全員わかってるよそれ、うん、だからフォローバックを俺から欲しいっていう人間にならないで欲しいって言ってて、そうじゃなくて自分のファンをつける力をつけてほしいって言ってる、うん、自分のファンをつける時代なんだよ。そうだから俺からフォローバック1件もらうんじゃなくて100件フォロワーが増えるような生き方してっていう、そしたらもっとでかいことできるでしょって。和道っていう小さい枠じゃなくてリツイートリツイートでどんどん宇宙に拡散できるんだよ。そうくだらない内輪でさ、こう仲間でつるんでるのなんてクソダセーから、世界に向けて発信しようよって。俺はフォロワーは大事だと思ってるよ。だからフォロワーはクソ大事にしてる。ただなんつうんだろう、フォローバックとか違うでしょって。そう上辺だけ疲れるでしょ。そうだから気になるものだけ追っかけていけばいいし、例えばまあ和道みたいにフォロワー増やしたいからどうやってやればいいかなとか全力で協力するし、うん、俺は自分の気になる人しかフォローしないよって言ってるだけで、みんながフォロワー増えることに関しては俺は協力的だよ。だからそこに関してはこういうツイートした方がいいんじゃないとか、こういう生き方して、君写真得意ならもっと写真載せなよとかさ、イラスト描けるんならとか、絵どんどんアップした方がいいよとか、もうなんか周りのニュースとかに惑わされない方がいいよっていう。リムったらってね、リムがよくわかんないね。リムってなんだろう。俺はブロックの基準は書いてあるよ。だから俺と本当に友達になりたいんだったら俺と一緒にいるはずじゃん。飯食ったりしてるはずじゃん。かっこいい生き方しないとフォローされないよね。かっこいい生き方しないとされないでしょ。かっこいいっていうか魅力的っていうか。うん。なんか人と違う尺度でいいんだよって言ってるね、俺は。うん、ただそのなんか誰かの発言をリツイートばっかりしてても良くなくて、些細なことでもいいから自分らしくなんかツイッターとかもやった方が絶対面白いよっていう、まあ放送もそうだけど、うん、数で他人と比べても意味ないから。そうじゃなくて自分がやりたいことに対して自分と同じ考え方のファンをどん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 つけていった方が人生豊かになるから。
それでいいと思ってる。うん、なんつうんだろう、なんかそのなんかね、ツイッターの人数が恥ずかしいっていうのが根底にあるんだと思うよ。ネットの中で私友達いないと思われてんのかな、それ恥ずかしいね。そうじゃなくてフォロワーゼロでもいいから堂々としてればいいんだよ、うん、友達多ければいいとは思わないから。そうじゃなくて内容でしょ。ツイッターの中に書いてある俺は内容が大事だと思ってて、で内容が本物だったら世間がほっとかないと思ってるの。だからそれがコンテンツってやつでしょ。他人と同じ意見なんかいらないから俺は、うん、俺はよく言うんだけど正常位だけじゃ世の中回んねえんだよ。正常位なんかいらないんだ、うん、俺はサラリーマンみたいな生き方が苦手、気に入らない上司に睨まれていじめられて辞めたことあるし。あー、俺もまあサラリーマンできないからな。でも俺はサラリーマンできないから、サラリーマンできるやつ結構すげえなと思ってるけどね。なんか自分にない能力だから、やっぱ自分にない能力持ってる人は憧れるかな。すげえなと思うよ、うん。明日会社だ、嫌な上司、うん、俺嫌な上司ってあんまいたことないな、うん、結構俺ぶつかるタイプだから、嫌だったら嫌だって言っちゃうタイプだから、俺上司の胸ぐらつかんだこと何回もあるもんね。一回だけ社長ぶっ飛ばしたこともあるよ。社長思いっきりぶっ飛ばしたこともあるよ。めちゃくちゃだよね。何十年サラリーマンできる人ほんとすごい。すごいよね。忍耐力すごいあるよね。社長ぶっ飛ばしちゃった時はさすがにやらかしたなと思ったけどね。でもそれでも嫌いじゃなかったね。嫌な上司だと思わなかったね。まあだからなんか日本社会的なものは苦手だな。目上とか目下とかそういう感覚ないから、すげえフラットに見ちゃうから。まあサラリーマン向いてねえんだろうな俺は。なんで偉そうなんだって怒られた。偉いからだよって言えばいい。上司と喧嘩できない。普通しない方がいいよ。会社で立場なくなるよ、やっぱり。あれでもね、根がクズだからさ、納得できないもん納得できないって言っちゃうんだよ。嫌なものは嫌だ。とりあえずまた始末高光頑張って。何始末高光頑張るって。どういうこと。何年かかるかわからんが和道に認められたいな。和道に認められたいっていうのも変なんだよ、うん、和道に認められたいっていう発想が変だと思うよ、うん、別になんか普通にさ他人の評価を気にして生きてるの辛いじゃんでしょ、うん、
それってさ、俺に縛られることだから、俺別に誰々から認められたいとかないもん。そうじゃなくて、自分が 100% 納得できる生き方ができてるかどうかしか関心がない。世界中の全員がダメだっつっても、俺が正しいと思うことを正しく生きてられるかしか興味がなくて、でそこに和道の考え方好きだって言ってくれる人がいたら全力で守るっていうだけだから、そうだから周りからお願いはしないのよ。俺の考え方いいでしょうとかなくて、俺の考え方すげえだろうとか、俺の生き方かっこいいだろうとか自慢するのもダサいと思ってんの。そうじゃなくて、ただ自分を納得させるためだけに生きてて、でそこに対して和道の生き方好きだって言ってくれる人が仮に現れたら、俺はそれを全力で守るってだけだよ。だから俺に認められるなんてくだらない生き方しないで、自分自身が最高の人生生きられるようにした方がいいよ。で それ南の帝王の生き方がかっこいいっていうやつが現れたら、それを大切にすればいいんじゃないの、こんなさ、あの配信なんかさ、所詮配信なんだから、配信所詮配信されど配信だよね、所詮配信だけど、俺は全力でやってるけどさ、でも所詮配信だから、だからそんなね、小さいことでくよくよしないでほしい。俺にとっては重要なことだけど、俺はかっこいいと思う人いっぱいいるっていうか、俺は全人類が自分より能力高いと思ってるね。俺よりも能力低い人はいなくて、自分が最底辺だと思ってる、人類の中で。でどんな人間も自分よりすごい能力を持ってると思うから、その力を借りたいと思ってるね。例えば俺はギターできないから、ギター上手いやつとか欲しいし、絵描けないから絵描けるやつが欲しいし。パッ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 、パフェありがとうございます。リュウさんパフェありがとう。そう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 、自分らしく生きようよっていうことを言ってるだけ。ほんとそう。アイラいらっしゃい。チャンピオン来たー、ふわっちのチャンピオン来たー。アイラさんいらっしゃい。パフェありがとう。リュウさんパッ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 パフェありがとうございます。パッ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 フェありがとうございます。チャンピオン来たー、出た、伝説の配信者来たー、パフェありがとうございます。リュウさんパフェありがとう、パフェありがとう。新キャラ、いや全然全然、普通に語ってるだけ。ゴロツキさんいらっしゃい。和骨、でも以前にアホなやつは嫌いなんだよって言ってませんでした。俺は違うの、アホなやつが嫌いなんじゃないんですよ。ちゃんと言うから覚えといて、誤解があるから俺の言葉って。ハートプレゼントありがとう。アイラ、匿名さん花火ありがとう。俺が嫌いなのはバカが嫌いなの、バカが嫌い。俺はバカが嫌いの、アホは好きだよ。花火ありがとう、花火ありがとうございます。花火ありがとう、匿名さん、匿名さん花火ありがとう。ウェイ、行きます。花火ありがとう。ありがとうございます。5発目ありがとう。6発目ありがとう。30。7発目ありがとう。7発目花火ありがとう。7発目ありがとうございます。いきます。8発目花火ありがとう。8発目花火ありがとう。あざーす。9発目花火ありがとう。10発目花火ありがとう。
録ありがとうございます。やべえなやべえなこれ。ありがとうございました。匿名さんから花火10発いただきました。トータル20発です。ありがとうございます。いやいやすごいね。俺はねバカが嫌いなんですよ。ねバカっていうのはね俺は下だと思ってなくて、バカっていうのはどういうことかっていうと、自分の物差しに縛られてるやつっていうこと。要は自分の物差しからはみ出るものは全部嘘だとか全部不可視だっていうやつは俺は大嫌いの。世の中にはもっともっと素晴らしい可能性もすごいことも眠ってるんだよ。そういうものを認められる力っていうのは、自分の物差しから飛び越えたものを検証できる力なんだよ。俺はそういうのが好き。ありがとう、アイシングね。団子ちゃん、初見さんいらっしゃい、楽しんでって、ワドです。よろしくお願いします。俺は、人間には物差しっていうものをみんな持ってると思ってるんだよ。それを器って呼んだりするんだよ。ね。だから、物差しっていうのを大きくできるやつが器のでかい人間だと思ってるね。受け入れる力なんだよ。俺はそれをどん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 広げていこうと思ってる。だから世界、ヘタレとは違うんだよね。ヘタレとは違くて、要は俺と同じ、俺が話してることをねちゃんと聞けるかどうかよ。うん。で、聞く耳持ってないやつは俺は知らないってこと。ノンタンハートありがとう。別にだから反対意見は別に構わないの、俺の中で。ただ人格否定したいだけとか、あともう話聞く気がない、そもそも議論する気がないやつは俺はバカだと思ってる。そういうバカとは会話したくないね。うん。俺はバカとは会話したくない。なんでかっつったら、そういう人の夢とか人が考えてることとかをただ否定して生きてるやつを俺はかっこ悪いと思ってるから。俺はだからそういうのはいらない。そう、視野を広げたりとか交流できるみたいな。そうだから俺はそういうのは最低な行為だと思ってて、俺はこの宇宙っていうのは多様性が素晴らしいと思ってんのよ。だからいろんな考え方、いろんな生き方があって、いろんな価値観があって、それを全部受け入れていきたいんだよね。ハートプレゼントたくさんありがとね、ノンタン。そう、もっともっとそういうものを感じたいだし、そう、俺らが常識だと思ってるのはそれ日本だけだったりするじゃん。うん。だからもっと世界を飛び越えたいよな、本当。宇宙の法則を手に入れたいから俺は。俺は神と会話したいから。神様は見てるからね。神はずっとそばにいるからね。遅刻をしないっていう日本の常識もおかしいからね。いや、遅刻は悪いでしょ俺は遅刻、納期を守るとか納品とかはすごい日本のいい文化だと思ってるから。俺は自分遅刻癖あるから、それは直したいっていうか、できれば嫌だね。うん、それは俺の悪いところだと思ってる、本当に。遅刻はダメよ。約束を守ってないってことだから、それは。約束を守れる男はかっこいいですよ。会社と約束をしたわけじゃん。俺はこの時間に来るよっていう。小さな約束かもしんないけど、それを守れるやつはかっこいいよ。ただ他人にそれを押し付けるのはどうかと思うけど。団子ちゃん風船ありがとう。初見なのに悪いね。うん。
まったり聞いてからでいいよ。あ、この人面白いなとか思ったらでいいよ、アイテムは。ダゴズ、うん、面白かったら、あとフォローしてくれると嬉しい。あ、いいよいいよいいよ、気持ちだから。そう、金額じゃないよ。俺は配信で1億円になりたい、1億円プレイヤーになりたいんだよ。1億円稼ぎたいんだよ。だけど今団子ちゃんが風船1個くれて1円減ったからね。俺の夢叶えてくれてんだから、謝ることなんかないよ。1個もありがとう。塵も積もれば山となるんだよ。この1円をバカにするやつは1円で泣くからね。俺はそういうの嫌いだよ。パフェありがとう。パッ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 パフェありがとうございます。パフェありがとう。そろそろ寝るわ。面白かったよ。アバよ。おう。みなみの手を頑張ってね。応援してるよ。うん、頑張れよ。パッ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 、ありがとうございます。外配信やろうかな。パフェありがとうございます。パフェありがとうございます。飲んでて遅れました、こんばんは。高橋さんいらっしゃい。何やろうかな。どうせ寝れねえかんな。このまま仕事行こうぜ。もういいっつうの。俺のこと潰す気だろ。パフェありがとうございます。パフェありがとうございます。俺のネタを潰そうとしてるよこいつ。欲張りだからな、リスナーは。ノンタ裏で爆笑してるよ一人で。ノンちゃん今日車だっけ、どっか行かない、どっかどっか行こうよ。でもさ、駐車場がさ、なくなっちゃうんだよね朝方。うん、あ、なんかどっか行きたくない？どの辺がいいかな。あれ、お台場にさ、なんか24時間のゲーセンなかったっけ？お台場ゲームセンター、24時間のゲームセンターあるよね、なかったっけ？お台場にあるゲームセンター、パレットタウン、レジャーランドパレットタウン。つまんないかな。釣り堀とかあんの？釣り堀じゃねえじゃねえか。人魚すくいじゃん。金魚すくいじゃねえか。何が釣り堀だよ、ほんと。詐欺だろ、これ。体験アトラクション。ボーリング、おお、化け屋敷、飲食、ボーリング、からくり屋敷、カラオケ、うん、おいおい、また来てね。ありがとうね、団子ちゃん、ありがとう、ありがとう。ビリヤード、卓球、ダーツ、東京高えな、何でも高いよ。いや、成田は物価安くて住みやすいよな、ほんと。
夜中の外配信いいね。私は子供いるから夜中遊べないから外配信見るの楽しい。子供ってでもでかいんじゃなかった、美咲ちゃん。中学生とか、まあでも母親は夜遊びするもんじゃねえかんな。俺はね、女の人ってすごくて、少女から女になって女から母親になれるんだよ。だポケモンみたいに3段階進化できるんだけど、母親になっても女捨てられないやつは俺はクズだと思ってるから、俺は母親になったり妻になったりとか、それを大事にできる人っていうのはかっこいい女性だと思うね。だからなんつうの、子供がいて夜遊びしないっていうのはすごいいいことだと思うよ。本当にかっこいいことだと思う。なんか母親になってもまだ女ブリブリのやつとかクズだよ、やっぱり。子供産む資格ないと思ってる、うん、母は偉大ですよ。だから誇りを持ってください、お母さんとして。俺はそういう人が大好きだよ、うん。娘が成人になったら遊ぶ。そうだよ、それでいいんだよ、うん。娘いくつ？もう、子供できると女から母親に変わるのは嬉しいような悲しいような。いやー素晴らしいことでしょう。カラオケとか居酒屋とか娘と一緒に行けばいいんだよ、二十歳超えたら、うん。中1か、まだまだ先だな、うん。え、何今のはね、なんだっけ、寝なさいっていう音楽だね。そろそろ寝なさいって携帯に言われた。そっち側にあるかな、ここか。てんてんてんって音でしょ、うん。もう充電器さしといて。えらくもないし立派でもない、わかってるのは胸のドキドキ。なんかやりたいな、人生一回だかんね、あっという間に過ぎちゃうかんね。たった一回、本当に人生って花火みたいだよな、パッと咲いてパッと終わるっていう。本当に人間がね、一生の間にできることって本当に限られてると思ってるんだよ、本当に。すごいよ人間の人生は、一瞬だよ。一瞬一瞬。和道さんは仕事に行くのは電車乗るの？俺電車通勤だよ、電車通勤、うん。最寄りの駅まで、その歩いてね、5分、10分ぐらいか、10分電車乗って、職場の駅は5分だね。まあ東京は電車だったらなんかしなきゃ。俺全然やってるよ、うん、全然やってる。俺はだからそのできることは限られてると思うから、俺は自分のやりたいことはやっぱ配信で億万長者になるっていうの、今はもうそこに目的を絞ってがっつり動いてますよ。それ以外の時間は結構不毛だね、不毛っていうか無駄な時間だと思ってるから、うん、自分の夢に向かって突っ走ってますよ、うん。この年になって本当一瞬だなと思うよ。俺ね、30超えてからのスピードでやっぱりゾッとしてて、もう本当に半分どころじゃねえなと思ってる。残りの時間は本当にあとちょっとで終わるなっていう感覚があるんだよね。怖いよやっぱり、本当に怖い。
あっという間に終わっちゃうから。一回風呂入ろうかな。シャワー浴びてえな。確かに30超えたから早い。自分今年の夏でも40だからね。自分でもびっくり。早いよな。でも俺は男が一番面白い年齢って30、40だってガキの頃から思ってて、自分の人生がピークに達するっていうか最大のパワー発揮できるの30代40代だと思ってんの。だから30、40は遊び倒そうと思ってるね。30代40代で男の進化が問われると思ってんの。20代とかはね、正直なんかなんつうの、親の力とか神様からもらったね才能とかでなんとかやっていけるかもしんないけど、30代40代は本質が磨かれてないとやってけないと思ってるから、俺はこの年齢なんか自分が培ってきたものを全部ぶつけようと思ってるね。遊びに遊ぶことしか考えてない。遊びに本気だから。遊びほど世の中いいものないですよ。遊ぼう、地球で遊ぼう。なんかさ、眠らない街東京とか言うけどさ、結局飲み屋しかないのはなんかやだな。もっともっと楽しい遊びいっぱいあってもいいと思うのに。なんか歌舞伎町眠らない街だけどさ、本当になんか飲み屋しかないんだもん。仕事は何をしてるんですか？配信業ですね、僕は。旅とかって50歳とかになったら体力なくなって無理になるし、若い時だよね。いや、っていうかね、別に50超えてもできると思うんだけど、なんか今諦めたらもう、気力的に無理だなと思ってて、諦め癖をつけたくないんだよ俺は。だから今チャンスが来てるわけじゃん。配信で食ってけて、時間にも拘束されないで日本一周するってさ、かなりハードル高いことだから、だからこんなチャンスが巡ってきて、まあいつでもできるだろうってなったらもう二度とやらない気がする。だからやり残しがないように今そう世界を回るっていうことにコミットしてるかな。自分に嘘をつきたくないから。そう、自分に嘘をついて負け癖をつけないために頑張ってるって感じ。やっぱ自分はね、ずっとね、自分だけは嘘をつけない存在だからね。自分はずっと見てるからね。自分のことを裏切るようになったら終わりだと思うよ。
自分のことを大切にできる人になったら自然と周りが寄ってくるって友達でアドバイスもらってから自分らしく生きてこうって決めることができた。そうだね、うん、ロハコさん会いたいね。ロハコさんと配信やりたいね、うん、ロハコさん会いに行こう今度、うん、ロハコさんからもあの心霊配信やりたいって言われてるからコラボしましょうって言ってもらってるから。ロハコさん行こうね。面白いおじさんだよな。ロハコさん好きだよ俺。ロハコさん最近ツイキャスか？いやでもなんか緑さんの方がうまいらしいよ。うん。暗黒には言われてるけど、暗黒リスナーは俺が俺とロハコさんが絡んでると緑さんが嫉妬するらしいよ。くだらねえしがらみだよな本当に。アドーさんは僕の友達ってロハコさん言ってました。あ、そう？めっちゃ嬉しい。俺も友達だと思ってるよ、ロハコさんは。仲間っすね。でもロハコさん比較的結構すぐ裏切るからな。半端じゃない裏切り方するときあるからな。いや手のひら返すときあるよ、めちゃめちゃ。一回切って縁切ったもん。おなんか言われのないディスをねめちゃめちゃされたことがある。あーでもそれが面白い、ね、おはこさんは権力大好きだから。なんか力のある配信者にすり寄る感じがすごい面白いよね。ロハコさんの、うん、力のある男大好きだから。
ニコ生も全然見なくなっちゃったから分かんなくなったな。暗黒とかどうなってんだろう。暗黒すら見なくなっちゃったもんな。ロハコさんの先輩面？いや、ロハコさんはあれなんだけど、配信入ってきたの後輩なんだけど、この世界は配信歴だから年齢関係ないから、俺はロハコさん後輩だと思うよ。もともとはあれだよ、ロハコさんって配信始める1年ぐらい前から俺のリスナーだったんだよ。意外と知らない人多いんだけど、ロハコさんって俺が歌舞伎町でバー配信やってる頃からのリスナーさんなんだよ。そう、だからデビューしてブレイクした時びっくりしたよね。と思って、あのロハコさんと思って。まさかあんな大ブレイクすると思わなかったかんな。笑うよな。めっちゃ笑ったもん。そうだよ、もともとリスナーで、で石野くんっていう若い男の子と一緒に生活してたことがあって、で石野に僕の家に泊まりませんかとかスカイプで言ってて、で石野はあいつゲイですよとか言ってて、あいつあの家に泊まらないです、あいつ絶対ゲイですとか言ってて、でいやそんなことないんじゃないのって言ってたので、まあそっから1年ぐらい経ったら柏木の事件が起こって、ああ石野が言ってたこと本当だったんだと思って、うん、そうだからちょっとね、柏木事件の頃はね思い当たるところがあったんだよね俺の中で、うん、あの全く柏木の時とやり口が一緒で、寝かまの女リスナーでロハコさんの家にお世話になった方がいいよっていうのを自分で打って、ロハコさんがスカイプで別アカでログインしてってやるっていうのは、もうあの子もうずっと前からやってるスタイルだったんだよ。そうだから石野はそれに感づいて、そうあいつ絶対ゲイですって言ってたんだけど、俺はそのなんていうの、それを知らなかったから、いやそんなこと言うなよって、なんかリスナーさんでいい人なんだからお世話になればいいじゃんつって、嫌です嫌ですって言って、懐かしいよね。だからあのロハコさんと俺の縁が深いのよ。もともとロハコさんはずっと俺のこと見ててくれてたから、他人行儀じゃないのはそこなのよ。古いリスナーですよ。古いリスナー。あれからよく鮫島兄弟と仲良くなったんだよ。いや、鮫島さんは、うん、そうだね、そう考えるとね。風船プレゼントありがとう。鮫島さんはね、でもね、姉ちゃんの方が頭おかしくて、でまあ弟の方はまともだっていうのは分かってたから、どちらかっていうとそのなんだ、カズマさんはあのエンターテイナーなんだよ。うん、それはね前々から分かってたからね。風船プレゼントありがとう。初見さんいらっしゃい。ゼンフォンさんコメントありがとう。楽しんでって。面白かったらフォローしてくれると嬉しいです。ありがとう。風船ありがとう。のんたん、風船ありがとう。風船ありがとう。ゼンフォンさん、初見さんなのになんか悪いね、うん、申し訳ねえ。じゃあ一回お風呂入るから、あと3分とかそれくらいで終わりにするわ。一回お風呂入ってくる。シャワー浴びてさっぱりしてから戻ってくるよ。風船ありがとう。まあでも新しい出会いがあったら面白いよね。いろんな出会いがあったら。風船ありがとう。飲んだ。
風船10個ありがとう。ありがとう、のんた。あ、50個に揃えてくれたんだ。優しいね。ありがとうね、のんた。でもそろそろ痩せねえとな。ほんと太りすぎたな、最近。マジでちょっと太りすぎで焦ってるんだよね。それじゃあ皆さんありがとうございます。ありがとうございました。また見に来てください。お疲れ様です。509名の、閲覧者と、54名のリアルタイムの、リスナーさんありがとうございました。おやすみ。お疲れっす。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんねんもう。